日本が誇るレジェンドであり、現在でも野球発展のために活躍しているイチローさん。そんなイチローさんですが、マリナーズの次期監督に指名され、大きな話題となっています。監督就任の可能性が浮上している現在、果たして監督就任はあるのでしょうか。今回はそんなイチローさんの監督就任の可能性と、もし監督となった場合どうなるのか、ご紹介していきたいと思います。1992年から2019年まで、実に28年間現役選手としてプレーし、数々の記録を打ち立ててきたイチローさん。 NPB では首位打者7回、打点王1回、盗塁王1回、最高出塁率5回、最多安打5回などを獲得し、メジャーに挑戦後も MLB シーズン最多安打記録を打ち立て、262安打、最終的にプロ野球における通算安打世界記録を更新。一軍出場試合のみの記録、 NPB、MLB 通算4367安打でギネス世界記録に認定。また最多試合出場の世界記録も保持しており、メジャーリーグにおいて日本人野手としてのパイオニア的な存在として君臨し、彼のおかげで日本人野手の価値が一気に向上した。まさに日本が誇るレジェンドとして今も語り継がれています。そんなイチローさんですが、2019年に引退するとマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターへの就任が発表され、同時に引退後も純粋に野球を楽しみたいという理由から、友人と共に草野球チーム神戸智弁を設立。イチローさんは自らオーナー兼監督兼エースを務め、将来的には草野球リーグを設立したい考えも明らかにしています。また2019年12月には学生野球資格回復研修制度の研修を受講し、2020年2月7日に学生野球資格を回復。原則として日本学生野球協会はプロ球団に在籍している場合、学生野球資格の回復を認めていないのですが、野球界への功績が大きいことやアマチュア選手の獲得に携わる立場ではないことから、特定として容認されており、イチローさんはオフシーズン限定で高校野球などの学生のコーチをすることに。また女子高校野球の強化プログラムにも参加し、試合を行うなど活躍。2024年3月、トヨタ自動車と契約を結び、豊田章男会長付特別補佐に就任。具体的な職務は明らかにされていませんが、以後同社のトヨタイムズなどに出演する機会が増えています。このように引退後も野球で活躍しているイチローさん。そんな彼ですが、先日マリナーズの監督就任候補に指名され、大きな話題となっています。イチロー選手が在籍し、日本でも馴染みのあるシアトルマリナーズ、先日スコット・サービス監督の解任を発表し、後任にイチローさんと元正捕手ダン・ウィルソン氏が指名されたのです。新指揮官の手腕はともかく、本拠地のシアトルでは早くもイチローさんの監督就任を望む声が上がっているといいます。ここ数年のマリナーズは球団ビジネスでの苦戦がささやかれ、緊縮財政下のサクオフは FA 市場で大物選手を獲得せず、人件費を削減していました。16年にそれまで筆頭オーナーだった米国任天堂が球団経営権を手放した上に、19年にはイチローさんが引退したことでスポンサー収入が激減したと言われてます。集客も伸び悩んでおり、コロナ禍以降は本拠地 T モバイルパーク47,929人収容の一試合あたりの平均観客動員数は3万人台にとどまっているそうです。現役時代は01年のデビューから10年連続200安打、先述の通り04年にシーズン最多安打記録262を更新したイチローさん。殿堂入り資格1年目の来年にはマリアーノ・リベラ氏、元ヤンキースに次ぐ史上2人目の満票での選出が有力視され、選ばれれば日本人初の快挙。現役時代の実績が評価されて殿堂入りした元選手が監督を務めたケースはなく、さらに日本人初の監督就任となれば話題性は十分。現在日本企業を中心に大谷翔平選手のドジャースに広告が一極集中する中、日本人メジャーリーガーのレジェンドであるイチローさんがチームを指揮すれば、日系企業の協賛を得られる可能性もあると期待されているのです。マリナーズのレジェンドでもあるだけに、球団として失敗は許されないものの、マグンは投打とも戦力が充実し、若手の有望株も豊富で、
大リーグ公式サイトが7月に発表したプロスペクトランキングの100位内に6人の選手が名を連ねています。今回後任にウィルソン氏が指名されたのは、13年に引退してから長らく育成部門に携わり主力選手を熟知しているからだといいます。その点、イチローさんもユニフォームを脱いでから球団会長付け特別アドバイザーとして春季キャンプや普段の練習で選手に混じって汗を流し、若手選手からの信頼も厚いだけに適任ではあると言えます。とはいえネックな部分もあります。それが本人にその気がないことでしょう。19年3月の引退会見で、監督は絶対無理ですよ、絶対がつきます、人望がない、本当に人望がないですよ、僕と将来の監督就任についてはきっぱりと否定しており、今もそのような状態の様子。実際に監督就任はあるのでしょうか。結論から言うとあるとは思います。先日の通り、イチローさんが監督に就任すれば球団としてはメリットに働くことが多くあります。利益はもちろんのこと、選手としてはモチベーション向上にもつながりますし、大スターの下でプレーしたいという選手も多くなるでしょう。そうなれば選手の補強にもつなげれますし、チームの強化にもつながります。マリナーズは今季開幕から好調で、6月19日時点では2位に10ゲーム差をつけ、ア・リーグ西地区首位を独走していました。しかしそれ以降は20勝32敗でホワイトソックス以下の勝率3割8分5厘を記録し、特に直近の敵地9連戦は1勝8敗と失速。現在64勝64敗で首位アストロズと5ゲーム差の2位、ワイルドカードでは進出圏内の3位ツインズまで 7.5 ゲーム差をつけられています。つまり低迷中と言ってもいい状態で、その立て直しにも期待が持たれます。しかし問題は監督への意欲がないことはもちろん、本人も言う通り人望のなさはネックと言えます。イチローさんはいわば孤独の天才と言える存在で、彼の理論や考え方、人との距離感はプレイヤーとしては素晴らしいのですが、人を尊重し率いる立場となると邪魔になる可能性があります。そして波紋が広がりチームが崩壊する可能性も高く、イチローさんの監督就任は諸刃の剣と言えるでしょう。また野球ファン、特に日本人のファンは、その人間性に難がある点はもちろん、中日ドラゴンズの立浪監督のようにスター選手が監督として落ちぶれていくのを見たくないから監督就任は反対という声も多く、そう簡単に就任するというわけにはいきそうにありません。球団としても監督就任は大きな決断となります。それだけにすぐに監督させるというのは難しいかもしれませんね。このように突如として監督就任の話が出てきたイチローさん、果たしてこの先監督を務めることはあるのでしょうか。今後の動向に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。